日本愛知県高浜市、青木町青木町は愛知県高浜市の地名。現行行政地名は青木町1丁目から青木町9丁目。東は比江町、南は壁会町、北は春日町に接する。青木塚という面積9坪、高さ6尺ほどの墓地が明治初め頃まであり、そこには剣向き頃の武将の首塚と伝えられる榎木の,の古樹が、 あったというが、現存しない。森前の私森前公園内にある森前の私があったことを示す石碑。現在は埋め立てられたものの、画面奥にある木の浦に向けて船が出航した。かつては森前の私と呼ばれる木の浦対岸の亀崎との都線が盛んであり、高浜地域にとっては陸上を通した西尾との交易に匹敵するほど関係が深い時期もあった。 都線上の近くには、刈谷から大浜に通じる街道が通っており、周辺には商店街が形成されていた。この私の成立時期は不明だが、1688年、元禄元年にはすでに存在し、刈谷藩から裏守るの設置が命じられていたという。都線上は、明治一新以降も継続して存在し、魚の小売り賞、五福太物や本屋、 印刷や等の出入りがあったとのことである。しかし、1914年に、三河鉄道が、私から700メートルほど東側を南北に、開通すると、高浜の町の中心部が東に移動し、人や物の移動に変化が生まれたため、徐々に衰えていったという。1956年、金浦大橋が開通して、高浜と亀崎が結ばれたことにより、都線上は廃止された。 現在はその痕跡を示す石碑が残っている。2019年6月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。木浦観論、ありがとうございます。